シティオブ・ベナレスは、イギリスのエラーマンライン社のために1936年に、グラスゴーのバークレイ・カール造船所で建造された客船。第二次世界大戦中に、イギリスからカナダへ、子供90人を疎開させるために使用された。1940年に、ドイツの潜水艦 U-48 によって撃沈され、子供77人を含む多数の死者を出した。 本船の沈没はイギリスにおいて大衆の激しい怒りを招きイギリス本土の子供を海外に疎開させる緊急児童海外受け入れ委員会の計画を全面停止に追い込んだ。シティオブ・ベナレスはグラスゴーのバークレイ・カール造船所によって建造された。1935年8月5日に浸水し、1936年10月に竣工した。その洋木は 長さが486フィート1インチ、幅が62フィート7インチ、深さが30フィート8インチである。動力はキャメルレアード社製の石油燃焼蒸気タービン機関3機で、ギアを介してスクリュー一軸を回して推進し、速力は15ノットを発揮した。シティオブ・ベナレスはインド航路用の客船として建造されたもので。 諸女公開は1936年12月7日にボンベイに向けて出港した。運航は選手であるエラーマンライン社の代わりにシティライン社が行っていた。イギリス戦績の登録番号は164,096番で、新号富士は GZBW が付与された。第二次世界大戦の勃発から約1年が経過した1940年9月、シティオブベナレスは、 緊急児童海外受け入れ委員会の計画した児童疎開船として使用されることになった。当時、イギリス本土はバトルオブブリテンが始まり、空襲の危険が増していた。シティオブベナレスには、イギリス本土からカナダに疎開する90人の子供が乗船した。その他、児童の付き添い人に志願した。 熟練のクラシックピアノ奏者であるメアリー・コーニッシュや、国会議員のジェームス・ボールドウィン・ウェッブ、ドイツからの亡命作家であるルドルフ・オルデン夫妻、ドキュメンタリー監督のルビー・クリアーソン、後に、国会議員となったロジャー・フリートウッド・ヘスケスの母で、あるアンネ・フリートウッド・ヘスケス、当時15歳だった後の哲学者、アンソニー・クイントンとその母、作家のモーニカ・マン夫妻なども乗船していた。 疎開者を収容したシティオブベナレスはランドレスニコル船長の下で1940年9月13日にリバプールから出港カナダへ物質見取りに向かう他の貨物船18隻と共に5層船団の OB-213 船団に加入してカナダのケベックとモントリオールを目指した本船は OB-213 船団の機関とされ代償として船団を指揮する マッキノン少将が座上し、船団中央従列の先頭に位置した。船団には護衛として、駆逐艦1隻とスループ2隻が随伴しており、護衛艦不足の当時としては強力な護衛部隊だった。ただし、護衛艦が随伴するのは、脅威度が高いウェスタンアプローチの内成形17度線までの範囲とされ、護衛艦はカナダから北別船団を護衛して、 イギリス本土に引き返すことになっていた。9月17日、護衛部隊は予定の成形17度線よりも160回里進んだ地点で OB-213 戦団から分離した。護衛艦がいなくなった OB-213 戦団は被害を分散するために戦団を解散して単独航海に切り替えた。 単独航海を開始して3時間が経過した9月17日の夕方遅く、シテオブベナレスは、ハインリヒブライヒロート艦長の指揮するドイツ潜水艦 U-48 に発見された。同日23時45分に U-48 は、魚雷2発を発射したが、いずれも命中しなかった。ついで、9月18日0時1分に U-48 は、 さらに一発の魚雷を発射した。この魚雷は、シテオブベナレスの船尾左業に命中し、動船は30分以内に、ロッコール島西南西253海里の地点で、横転沈没した。シテオブベナレスの救命ボートから生存者を救出する駆逐艦、アンソニー、シテオブベナレスでは、魚雷命中から15分後に、 総員退去が発令されたが、急速な傾斜と悪天候のため救命ボートの降下は容易ではなかった。10隻の救命ボートのうち海面に降ろすことができたのは半数だけで、降下できたボートも高波により1隻を除いて転覆した。イギリス海軍の H q 駆逐艦、ハリケーンが24時間後に現場へ到着し、105人の生存者を収容して、 クリーノックに上陸させた。ところが、シティオブ・ベナレスが撃沈された際、帰船、マリナも同時に撃沈されたところ、ハリケーンは、マリナの救命ボートの一席を、シティオブ・ベナレスの救命ボートと誤認して救助したため、洋上にいたシティオブ・ベナレスの12番救命ボートが代わりに見落とされてしまった。12番救命ボートには3週間分の食料があったが、 水は一週間分しかなかった。12番救命ボートに乗っていたのは、インド人船員約30人と、その他船員数人、ポーランド人、商人一人、疎開児童の付き添い人であるメアリーコーニッシュと、ドリー・オサリバン神父、6人の疎開児童であった。12番救命ボートは、大西洋城を8日間漂流した後、航空機に発見され、イギリス駆逐艦、アンソニーによって救助された。 アラプールのオールドテルフォード協会にある犠牲者の母碑。シテオブベナレスの沈没の結果、407人の乗船者のうち260人が死亡した。死者の内訳は、船長と船員121人、末期の大将と司令部職員3人、乗客134人である。そして、乗客の死者134人のうち77人を、疎開児童が占め、 疎開児童90人のうち生きて上陸できたのは13人だけであった。沈没時の死者に救命ボート上で風雨にさらされたことによる死者も合わせ、最終的に90人の疎開児童のうち83人が死亡した。本戦の撃沈は議論を呼び、連合国側ではドイツ軍の蛮行を避難するとともに、子供たちの遺族に同情と支援が寄せられた。 ドイツ側は攻撃は軍事目標に対する正当な行為であったと反論し、ドイツ側が戦闘海域であるとたびたび警告していたにもかかわらず、イギリス政府が子供たちの乗船を許可したことを逆に非難した。ドイツ側は乗船者であったボールドウィン・ウェップ議員やオルデンらの渡航目的は米国に対する参戦要請であり、また、 シテオブ・ベナレスのキロでは軍需物資を輸送するはずだったと主張した。後部の疎開計画については、シテオブ・ベナレスの撃沈の2週間前に、客船、フォレンダムがドイツ潜水艦 U-60 に来撃された時からすでに疑問視されていた。フォレンダムの場合には320人の疎開児童が乗船していたが、全員が他の船に救助されていた。 後部の運営者らは計画が継続可能であると期待しており、北、大西洋航路では高速の疎開船や護衛艦を使用することや、航路上の天候が良くて潜水艦の数も少ない、オーストラリアやインド、南アフリカ方面への疎開に注力することを報告書で提案した。しかし、イギリス海軍本部は十分な数の高速護衛艦と輸送船舶が揃えられないこと、 世論は海外への疎開継続に反対していることを指摘し、さらなる悲劇の発生を懸念していた。また、ウィンストン・チャーチル首相は、疎開は敵を助けて楽にさせる行為と信じており、後部の疎開計画に反対していた。イギリス政府は、後部による疎開計画の中止を発表し、出港準備中の子どもたちは全員下船して、帰宅するよう指示された。 後部の計画中止により公的な海外疎開は停止されたが、自主的な疎開は1941年まで大規模に続けられ、1万4千人もの子供たちが疎開した。なお、大内健治によれば、後部の疎開計画中止の最大の理由は、バトル・オブ・ブリテンにイギリスが勝利したことである。シテオブ・ベナレスを撃沈した、当時の U-48 の艦長だった、ブライヒローとは、 戦後に戦争犯罪の疑いで起訴された。ブライヒロウとは、子供が乗船していたことは全く知らなかったし、自身の行動は、軍事的に許される範囲であったと主張して、謝罪も拒否した。イギリス国防省選手部のケイト・ティルデスリーら複数の歴史研究者が、ブライヒロウとは、子供の乗船に気づいていなかったという説を指示している。ケイト・ティルデスリーは、 What was not known by ブライクロと、to, was that the ライナー he was attacking carried 90 children,only 13 of the children survived, and the understanding that ブライクロと、to, could not have known which passengers were,on board the ライナー made little difference to his percived, カルプビラティと述べている。U-48 の通信シラ上院の一部は、 後に撃沈した船が子供を乗せていたことを知って、ショックを受け後悔したと述べている。彼らは、ドイツ側の立場からすれば、潜水艦が目標の戦場に誰が乗っているのか知るすべはなかったと断言している。シティ・オブ・ベナレス沈没の全貌については、イギリスのノンフィクション作家、ラルフ・パーカーの著作チルドレン・オブ・ザ・ベナーレス、英語クライムイッツ・ビクティムズに描かれている。 また、ジェームズ・ヘネガンの小説、リバプールの空は、リバプールから、シティオブ・ベナレスで疎開する少年の物語である。マーサグ・ライムズの小説ダストは、シティオブ・ベナレスの沈没時に小さい子供が、年長者によって、救命ボートから突き落とされたという考説に、言及している。ニコラ・マッカーシー作の演劇ライフボートは、シティオブ・ベナレスの生存者二人、 ベスワルダーとベスカミングスについての物語である。トム・ナゴルスキーの著作ミラクルズ・オン・ザ・ウォーター・ザ・ヒロイック・サバイバーズ・オブ・エイ・ワールド・ウォー・ツ・ユー・ボート・アタックには、シティオブ・ベナレスの撃沈に関係した人物や出来事についての目撃談が集められている。著者の祖父は、ポーランドからの移民で外交官であり、シティオブ・ベナレスの成人生存者の一人である。 キット・キアソンの小説ザ・スカイ・イズ・ホーリングでは登場人物のノラがシティオブ・ベナレスの沈没情報を聞く場面がある。ノラ自身は別の船に乗ってきた疎開者という設定である。疎開児童の付き添い人であったマイケル・レニーの記念施設がハムステッド・ガーデン・サバーブのストリート・ジュード・オンザ・ヒル教会にある。マイケル・レニーは子供数名を救助した後に死亡した。 サンダーランドボランティアライフブリゲードウォッチハウスミュージアムにはシティオブ・ベナレスの悲劇についての展示がある。以下は本項目の作成には使用していない発展的文献である。シティオブ・ベナレス劇沈事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。